普賢寺は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国平安北道、香山郡の名山、明光山に存在する仏教寺院。朝鮮民主主義人民共和国の国宝40号になっている。968年に短密大使によって安心寺として創建された。982年に短密大使の有志広志拡大使が新立てして大説となり、 不言辞と命名した。1098年に達したから大使が重装した。1361年に里支援大使が三度目の重装を行った。仏教を保護したコーラヤサが1392年に滅亡し、儒教を国教とした李氏朝鮮の体操による1407年の廃物政策による仏教弾圧の際、存続を許された88人員の中に、 不原寺の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の、際も、存続を許された36寺院の中に、不原寺の名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。しかし1449年に、海生大師が4度目の重層を行った記録がある。1634年に火災に遭い、1644年に、 巨次郎大使が五度目の重装を行った。千七百六十一年に火災に遭い、南派大使と高岳大使が翌年に六度目の重装を行った。日本統治時代の1 9十一年、寺説礼施行規則によって、朝鮮30本山に指定された。九百四十八年九月九日の朝鮮、民主主義人民共和国建国後、九百五十年六月二十五日に、 朝鮮戦争が勃発した後、戦時中に主要建物を含める寺院の半分が国連軍を構成していたアメリカ軍の爆撃等で破壊されたが、その後再建されたという。ありがとうございます。